青森市の高校生が氷の彫刻作りに挑戦しました。氷の彫刻作りに挑戦したのは、青森山田高校調理科の2年生30人。調理師としての心構えを習得するための特別実習として行われました。生徒たちは2人1組になり、およそ30キロの氷の塊をノコギリやノミといった道具を使って削っていきました。今日は日差しがあり、風も強いため、氷がどんどん溶けていきます。力が必要なノコギリの作業では、氷を押さえる手も、めちゃくちゃかっこいいですね。押さえてる方が辛いです。こちらの生徒たちには、まさかのハプニング。しょうがない。尾ひれの部分が割れてしまいましたが、気持ちを切り替えて作業を進めていきました。悪戦苦闘しながらも、最後は目などの細かい模様を描いて、美しい氷のエンゼルフィッシュが完成しました。先生にほとんどやってもらったので、まあでもそれでも80点とか、はい、出来だと思います。エンゼルフィッシュの彫刻は青森市内の小学校へ配られました。